どうも、みなとです。だいぶ投稿まで期間が空いてしまいました。お待ちいただいている旨、コメントいただいた方、ありがとうございました。今回は週に一度コソコソやっている、通称コソ連の様子をご覧いただきたいと思います。今回ご一緒いただくのは広瀬さんです。いつもお世話になっております。広瀬さんはバドミントンで有名な大学の主将を務めておられました。私も大学の主将をしておりましたけれども、年齢の差です。最近では週1くらいでみっちり基礎と向き合うこの時間を大切にしています。この練習のコンセプトはとにかく続けること。体をしっかりと動かして正確なショットによるラリーを目指します。この練習会でまたバドミントンが上達したように感じてます。先日中1の男の子に YouTube 登録しましたと言っていただきました。非常に嬉しかったです。ただ、同時にあまりお下品な投稿はできないなと感じました。せっかくの独身なので、婚活の様子等々生々しい投稿も考えていたのですが、少し残念です。動画をお休みしていた間は、実家の造園業見習いに励んでいました。大体収録とかですね、片道およそ1時間半の現場へ毎朝通っており、羽田に戻ってはスクールの日々でした。大変ですが非常に充実して過ごしています。今のメインの造園の業務は剪定です。木との対話を楽しんでいます。少し前は今このように働かせていただくなんて想像もできませんでした。ほんの数年前はスーツを着て営業回りをしたり、社内で英語が飛び交う中、机に張り付いてパソコンと向き合っていました。その会社には美容院やスポーツジムが社内にあり、食堂に行けばご飯が好きな時間に食べられるような状況でした。また好きなタイミングでコンビニに行けたりトイレに行けたり、今みたいに雨風にさらされる心配もありませんし、冷暖房の管理もしっかりされていたので非常に働きやすい環境。しかし首にかけた IC カードで勤怠が管理され、また部屋を行き来し、自動販売機でにかざせば好きな飲み物を購入する、そんなようなでした。それに引き換え今は父親が空のペットボトルに入れた手作り麦茶とお客様先でいただく差し入れです。全く状況が違います。以前は上司や営業先の期待に応えようと一生懸命でした。今は庭をきれいにしてお客様に喜んでもらおうと丁寧に作業したり、父親が少しでも楽に仕事ができるように手を止めずに働くっていう、そんな意識に変わっております。どちらも自分ができることに必死だった記憶がありますが、ただ感じているのは、上司やお客様は会社の方針や自分の気分なんかで止めていることがあっさり変わってしまっているっていうことがあります。造園では翌日仕事を再開しても、ちょうどきっちり昨日のまま再開することができるような状況ですね。そこは非常にありがたいと思っております。あ、バドミントンの動画でしたね。直近のスクールでは11名の参加者がございました。固定の生徒さんに加え、新しい仲間も少しずつ増えてくださっており、いつも楽しくご一緒させていただいております。
続けてきている方は確実に上達しているのも感じられて非常に嬉しい状況ですと、ここでもう薄々気づかれていると思いますが、しっかりフットワーク練習をサボっております。先日は社会人のリーグ戦がありました。結果は2部残留、全体的に悔しい内容となってしまいました。勝ち負けも大事ですが、自分の力が出し切れたかどうかって重要ですよね。試合に勝つためにというよりも、自分のパフォーマンスを出し切るっていうことを意識して練習しなければならないなと改めて感じています。練習以上の成果が出ないものだと思って普段から練習しておくことが大切です。練習と違って試合では相手が勝負に勝ちに来ます。それを想定して練習しておかないと、相手の思い通り自分のプレーができなくなって残念な思いをします。相手がどんな手を使おうと平気な顔をして対応する、そんなプレイヤーを目指したいものですね。試合で活躍している同世代のプレイヤーを見て非常に歯がゆい思いをしました。皆さん高校大学での貯金が終わりのようで、私も今更ながらバドミントン貯金頑張ります。今36歳になってさらにバドミントンが楽しくなってきています。港には今更ながら成長期が来ているっていうような気がします。広瀬さんとの練習の様子はまだまだお送りしていこうと思いますので、チャンネル登録をお忘れずにお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。